こんにちは。今回はもう間に合わないかもしれないんですけれども年賀状を書きたいと思います。先日静岡に行って写真を撮ってきまして、とても綺麗な富士山の写真が撮れましたのでそれを使いたいと思います。ではまず下書きですね。富士山じゃあ写真見てですね、前に緑があって、なるべくちょっと簡単にですね、描きたいなとは思っています。勢いよくって感じですかね。これが富士山で、もうちょっと高いですね。こんな感じの形かな。で、例えば、3層ぐらいにしましょうかね。この青の濃い色を、3層にしようかなと思ってます。で、ここは雪ですね。あと、今回は雲が出ています。で、空ですね。ちょっと空があるので、もうちょっと高いところまで空に行っておきます。で、ここが短い、ここはあまりないんですね。下は狭くていいかな。はい。じゃあ、ですね、今回のポイントはですね、グラデーションを使う、色の移り変わりをグラデーションというんですけど、それを使って美しい、色を、出したいと思います。あとは白い絵の具を使わないで白を使うと白を、表現するというのをやりたいと思います。と筆はこちらを使います。空の色塗りますね。空もグラデーションにしたいと思います。濃い青から薄い、ちょっと下の方黄色っぽくしたいと思います。富士山とこの雲ですね。このとこちょっと開けます。避けますね。避けてね、見ましょう。雲、どうしようかな。雲、ティッシュで取りますかね。乾く前に取らないといけないんですけど、じゃあ富士山はしっかり残して、で雲だけちょっと後でティッシュで取りましょう。でここでちょっとイエローですね足して、黄色とイエローを足すと緑になっちゃうんですけど、ここちょっと濃いですね。ちょっと薄めに、これがねグラデーションと言いますね。青の次が緑ですので、でちょっと黄色、最後黄色ですね。薄めに黄色を塗ります。こういうねグラデーションもあります。紫とかピンクのグラデーションもあるんですけど、この写真昼間の色何時かな、かなり昼間の時間なので青ですね。ちょっとプルシャンブルーを混ぜて上ちょっと暗めにしてみます。はい、でここに境目がない方がいいので。もう一度セルリアンブルーちょっと濃く塗りますね。下濡れてるので、これベッドインベッドの技法になりますね。1回目塗ったのが結局、濡れてるってことになりますのでね。こんな感じで、黄色、緑、青とね、なりました。グラデーションと言います。傾けたりとかすると、こうさーっと色がね、動いて、綺麗に混じったりします。ここに傾けると水分がこう溜まるので、この水分はね取っちゃってください。よいしょ。はい、こんな感じです。よいしょ。これ紙のサンプルに書いてます。こんな感じですね。で、こっちがじゃあ乾くか。そうだ。でここですね、今のうちにティッシュで取ります。でここの雲にしたいところをティッシュでですね、こういうふうにふわっと取ります。ちょっとこの雲の周りをティッシュで取ったところの周りをですね、少しこうタオでセルリアンブルーでですね、ちょっと形を取ったり、この辺がちょっと緑なんで、周りと同じ色ですね、
緑は緑で、周りの色です。セルリアンブルーとイエローですね。この辺はセルリアンブルーなので、ちょっとセルリアンブルーを雲の周り濃くします。そうするとこの雲のね、位置がね、はっきり、雲がはっきりと浮かび上がってきますね。ではこっちの緑の方行きます。プルシャンブルーと、プルシャンブルーとイエローの本色ですね。基本的にはね。パーマネントイエローライトで結構です。で、この辺の緑を作っていただいて、で、このまま行くと、ちょっとこれ端っこなんですけど、端っこにありますが、結構鮮やかなので、これに、ちょっとだけ、まあ赤でもいいんですけど、赤だとちょっとまあ難しいので、で、イエローカーですね。イエローカー、多分皆さんお持ちだと思います。これを少々入れてください。そうするとこんな感じで渋くなりますね。ちょっと渋めになります。じゃ、この色をいきましょう。で、手前も、手前が結構、イエローカーっぽい色なので、この辺ですね。鮮やかな、ちょっと鮮やかかなと見えるところの緑を入れておきます。ちょっとこの辺にもありますね。そしたらここにですね、イエローをたっぷり入れていただいて、あとイエロー感も反応させて、この手前のね、葉の色を作っていただいて、これちょっとドライブラシで見てみましょう。このぐらいの色かな。結構黄色っぽいですよね。ドライブラシできるかな、この筆。ちょっとこの筆だと難しいかな。こういう平筆お持ちですかね。こういうのでですね、ガサガサ、さっさっさとガサガサさせて、見てみましょうか。ドライブラシという技法ですね。手前ガサガサとさせといて、で、ちょっとバランス取って、この辺もちょっとガサガサさせて、この木の感じをね、出したいと思います。で、この辺がちょっと青っぽい、緑がね、青っぽくなってますので、セルリアンブルー混ぜます。で、ここにちょっとね、赤を入れましょう。赤とセルリアンブルーで、ちょっと紫がからせたいんですね。遠く。赤はね、何でもいいんですけど、クリムソンとでもいいし、何でも、オペラとかでもいいし、なんか赤っぽい色。で、なんかこう、なんとなく濁ったような、緑のような、紫のようなみたいな感じの色で、この遠くのとここですね。この辺に色をちょっと置きます。で、ドライブラシをやったところにも、ここをにじませてしまっていいので、こんな感じね。で、こう入れると、先に塗った色の方が前に出ますので、これをね、もうちょっと青でもいいですかね。この辺もちょっとね、入れます。で、ここで色変わりますね。ここら辺の色が、クリムソンなどの赤系とイエローカー混ぜていただいて、このままの色でね、ちょっと塗ります。この辺、木が枯れていて、ね、なんかこう、枯れたような色がね、赤っぽいような黄色っぽいような色があるので、それをちょっと入れときますね。ちょっと細かくですね、この辺。点々としながら入れてみます。この辺も色がありますね。イエローカーです。ちょっと黄色くして、この辺にもちょっとポイントでね、色を入れていきましょう。ね、ちょっと黄色っぽいですね、手前ね。黄色っぽいんですけど、全部ここ黄色にしちゃうと、すごく前に出てしまうので、あんまり、ね、やらないですね。こっちの方にもちょっと飛ばして。
で、すごく暗いところもありますので、暗いのも入れていきましょう。暗いのはいつも通り、ウルトラマリンなんですけど、まあ、これ、私ウルトラマリン使っちゃってるんですが、ホルディーンのスターターセットの方は、ウルトラマリンないので、コバルトブルーヒューとか、フルシャンブルーとかでもね、同じようにできますので、これと茶色系ですね、バントシェンナーやバントアンバーを混ぜると、暗い色ができます。ちょっと緑っぽくなるんですよね。で、緑っぽくなったらちょっと赤を加えていただくと、しっかりこういう暗い色ができますので、と思いますので、そういう風にしてみてください。で、しっかり強い暗い色ができたら、これを入れていきます。ここ暗い、ここがね、暗いですよね。白い幹がありますので、この幹をできれば避けて、ちょっと塗ります。で、避けたところがね、幹になりますので。ちょっとあんまりこっちまでないんですけど、ちょっと工夫して、アレンジ加えてちょっと多めにしました。あとこの辺、暗い色がありますね。こっちもですね、ちょっと暗い色が、ね、を入れておきます。ではこの、富士山の方ね、入れたいと思います。これ富士山先塗っておいてたら上に濃い色を入れても入れた方が良かったかな。いいですね。じゃあこのままいきます。じゃあ富士山の色ですね。雲も後で取るとして、手前が濃くなります。ベースがそうですね、セルリアンブルーや黄色入ってます、黄色入ってますね。まずセルリアンブルーからコバルトブルー、この辺ですね、混ぜていただいて、でちょっと赤系も入れて深みのある色にしていきましょう。ただの青じゃないですよね。赤っぽくもあるので、はい、赤はクリムソンとかオペラとかの色をね混ぜてください。ローズマダーでも問題ないですね。クリムソンのローズマダーも同じような感じですのでね、それを混ぜてください。はい、じゃあ、雪をね避けて、で雲は後で取ります。ちょっとこの雪、ここら辺ね、雪まで避けながら、でちょっと濃くしてきます。色をどこまで濃くしようかな、この辺まで。あ、緑が入っちゃった。ですね、でここ結構暗くなりますね。で暗いのでもうちょっと赤混ぜて、紫系にするか、コバルトブルーですね。これでどうでしょう、ちょっと緑がからせますね。フルシャンブルーも入れます。この辺の色でどうかな。写真は薄いんですけど ね、そのまま薄くしてしまうとここ残そうかな。白いところを避けて、どうしようかな、この辺なんかちょっとこの辺黄色っぽいですね。この濃さは置いといて、でちょっと薄くしてイエローをちょっとポイントに入れましょうかね。ここら辺に間ぐらいですね、真ん中あたり。なんかね、多分木がね、この辺紅葉した木なんでしょうね。この辺が、いや木というか、まあ、山なんですかね。紅葉した山なんで、まあ、イエローカーとかでもいいですね。ちょっとこの辺にポイントで入れる。写真から見てるの、写真を見てるので、ちょっとね、だいぶこう曖昧というか、
細かいとこちょっとわからないんですけどね。でさっきのちょっと濃いめのところははっきりと隠しておきましょう。プルシャンブルーをね入れるとね、青がすごく緑っぽくなりますので、それでちょっとこの辺ね濃くしてもらえばと思います。でこの辺ですかね。ちょっと広げますか。はい、じゃあ、これ乾く前にティッシュで取っちゃいましょう。この雲ですね。じゃあこの周りをですね、先ほどと同じようにちょっとはっきりとさせます。ちょっと周りですね。ちょっとこういう筆ありますかね。ナイロンの筆です。これでちょっとねエッジをぼかしたいと思います。まずここですね。それから雲の中ですね。雲のこの今濃くしたところを少しぼかします。白の絵の具を使ってしまうとね、簡単に雲できるんですけども、ちょっと今日雲の部分ね、白の絵の具使わないので、白くね拭って雲を表現したいと思います。この雪で、この山の凹凸がね出てるので、ちょっとね、その辺をもう少し細かく入れたいと思います。
ではですね、これが少し乾いてからちょっと雲のところにもね影を入れていきたいと思います。はい、では乾かしました。この雲の影をですねちょっとつけていきたいと思います。ほんの少しなんですけどね、ちょっと影をはっきりさせてみたいと思います。なんかこう暗めの色でですね、さっき空とかこの富士山の色の暗い色で使ったと色ですね、ちょっと薄めてこれをこの雲のね下にちょっと入れたいと思います。これもエッジがね、あのエッジが残ってて嫌だなと思ったらエッジをねこう丁寧にぼかしていただければと思います。ちょっと細かい部分なのであまりエッジを全部ぼかそうとするとなんかおかしくなるのでですね、色が全部いってしまうので白いところにね、なので、まあ、ちょっとですねぼかしていただければと思います。で、ですね、このここら辺の色が写真よりもずっと濃く塗ってあります。こっちの方が濃いですね。でもしこの色だと濃すぎて嫌だなと思ったら薄くしないといけないんですけど、ね、なんか主役ですので富士山がね、富士山薄いとなんかあんまりはっきりしないかなとは思うので、私はこのままでもいいかなと思うんですけど、逆にこっちの方をですねちょっと明るくしてあげるといいかなと思います。でここに今線残しているので、これで区切り、ね、富士山とこの手前のこの山の区切りになってるんですけど、ここ白いところ残ってなければこの手前の木ですねをこんな風にちょっと、こういうとこ明るいからいいんですけど、ちょっと暗い色がぶつかってて富士山との境目が分かんなくなっちゃった場合はちょっとこんな風にナイロンの筆で白く取っていただけるとはっきりと手前と奥の富士山が出ます。どうでしょうかね、手間、あ、どうなんだろうな、こっちを薄く、ちょっと薄くしてみますかね。じゃあちょっとこのここら辺はこのままで、ここだけでもちょっと薄くしてみますね。薄くすると、薄くしたら薄くしたで綺麗なんですけどね。ちょっと一部分だけ、ちょっとこの紙取りすぎちゃうんですよね。ぐらいの薄さだとどうですかね、あまり雲と差が雲との差がないですね。やっぱりあんまり薄くしすぎると、ね、差がないので雲が、ね、はっきりしなくなっちゃうので、これは塗っときたいですね。ちょっとこの辺薄くしてみました。
ここの位置、木よりも富士山の方が長かったですね。ちょっとここのところ写真と違うんですけど、もうちょっと富士山が長くて、この山のとこが、この手前がちょっと手前に来てましたね。富士山こういう感じでしたね。いけるかな。はい、ではこんな感じで完成としたいと思います。年賀状に限らず1月の水彩画として書いていただければいいなと思います。では今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。